どうも今日もご苦労様でした。大変天気に恵まれいい大会ができたんではないかというふうに思っております。毎年見させていただいておりますけれども、年々、技術が上がって素晴らしいジャンプをする選手がたくさん出てきたなというふうに感じております。入賞された選手、そしてまた残念ながら入賞できなかった選手も、今日のこの大会をしっかりと反省をして次の大会にはしっかりとまた臨んでいただきたいというふうに思います。ここ近年、スキー選手が激減しております。どうか皆さん方にはしっかりと練習を積んでいただいて、中学校、高校、大学、社会人と選手を続けていっていただきたいというふうに思います。皆さん方に続けていただければ必ずいいことがあるというふうに思っておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。この大会を開催するにあたりまして、ご尽力いただきました南魚沼市さん、そしてまた南魚沼市のスポーツ協会の皆さん、そして中越のジャンプ競技の皆さんに厚く御礼を申し上げまして、ご協力とさせていただきました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。